メインで梅健さんがゴミ、なんかタスクやってたね。はいはい。出ません。梅健さんゴミって言った今。ゴミのタスクした。マシャカリちゃん。また来たー。しかも偽オート来たー。偽物のオート来たー。偏るね、やっぱね。ルルルルッドゥッドゥッドゥルルルル。チャゲノアルマです。マシャカリはぶるんですか？マシャカリは今弁当に立ってました。うん、僕に害がありそうなので、はい。罪をなする作戦ってことね。これアルマ君が3票入れてるってこと。すごい。あ、そうですよ。すごいな。多分貨物にねめっちゃいると思うんだよな。あ、まあいいや。見てみる役がいいかもな。ナイスボタン。うん、白いね。うん、白いね。あ、マジでマシャカリさんが似すぎ。いや、今すれ違った時仲直りましたねと思った。文字はどうでした？文字は。僕カキさんとすれ違ってないんですけど。え？ちょっと待って。またまたそうとしてる。え？カキさんとすれ違った今僕っすよ。しんどいしんどい。やばいやばい。え、いや僕見ましたよ、カキさん。え、アーカイブ見ましたよね。アーカイブ見ました。これやっぱり僕っすよ。ちなみに俺もいたんだけどね、アーカイブ。はい、いやマジお腹痛くなった。次行こう。おー、全員スキップ。なんどういうことや、スキップが珍しいと。そりゃそうだよ。いる。どさっきりできたらいいけどな。固まりすぎてるから嬉しい感じもする。プテアイさん、プテアイさんが、高橋がコックピットの、うん、あのタスクのところで死んでました。白だいぶ出せて、はい、夏目エレジートウヤさんあたりまでは無理かなと思います。トウヤさんはアルマさんしたんですか？夏目エレジートウヤさん。ビクトリからバイタルあたりに最後。で、トウヤ目線アルマさんも多分きついんじゃないかなって思った。それマシャカリじゃなくてアルマさんで大丈夫。あ、もう絶対アルマさん。え、それモジクレさんじゃなくてチケプだってます。文字が見えました。浮いてるんですけど、はい、最終一応アーカイブでずっと本しまってて、その前にトウヤさんとすれ違ったって感じ。そうですね、はい。シャワー室に割と長時間いたイメージですね。カキさん目線チャゲポヨ難しいって出せます？でも逆にチャゲポヨさん怪しいなって思ったんです。ああ、なるほど。おお。僕ちょっと梅健さんが
怪しいかなと思ってて、同じ梅ケンさん、チャゲポレさんが怪しいんだよ俺。そこの三つどもえが始まるの。カキさんのルートは全然なんか正しいなと思ってて、うん、で梅ケンさんってキッチン停電終わった後キッチンからどこ動きました？展望デッキです。なるほど。うん、まあ位置では、ね。僕最終はセキュリティ行ってます。セキュリティ最後5秒ほどカメラつけてました。ごめんなさい、夏目先生とか戸谷さんは僕白拾いません。メインホールで会ってるんで。ああまあ無理。センターさんメインホール左から来たので、ああまあその前の行動が。ありがとうございます。センターさんマシャカリエンジンルームまで一緒に行って、その後上行ったんですけど、うん、見てます？あごめんなさい、いたのは見たけど、そこから見てないですね。あオッケーオッケー。見てたかな、でも右には来てなかったから。僕ね、金庫室行ってるから、ワンチャン疑われそうなんですよ。そのコックピットだったら、弁当使ってるっていう感じで。で、そこの三つどもえの話聞いた方がいいですかね。いや、でもこれ以上多分出ない気がする。うん、そう停電終わりに、ちょっと結構多分ね、お互いこいつ殺すんじゃねえかみたいな動きをして。バイタルで死んだ時間見てません？あの、東屋さんか夏目先生。見てない。いや、多分もう死んでます。そうですね。あ、すでに死んでました。何秒前ぐらいですか？最低でも死んでた時間。何秒だろう。何秒だろう。10秒前には死んでた。7秒前ぐらい。色的に王じゃないや。あれか。なんで竜気でいや話すの？あ、失礼。シザスか。カイブ。いいキルだ。ナイス。で、今、容疑者一にあえて入りました。白証明できないって聞いて。3人だったら最悪ローラされちゃうからね。中野アルマ殺す。一人減った。見たな。マサン。マジか、ベルテが死んでる。最序盤は、ラウンジのトイレにいました。その後通信妨害前に見た方いないですか？見てないっす。通信妨害前は見てないです。最初目撃が、じゃあ右側。いや、貨物室で湧いたっけ？なんか何人か湧いた気がする。梅系さんとか湧いてたよね。湧いてて、僕がラウンジの方行って、アルマさんと LG さんがトイレ待機してて、うん、で僕がアーカイブとシャワー室の方行って、そっちには来てないので、これちなみにね、20秒前までは生きてるんですよ。僕は診察室で見てたんで、で、あ誰も死んでないなと思ってボタン押しに行こうとしたら、貨物ラウンジアーカイブシャワーメインってやって、メインで梅系さんだっけな、黄色と多分俺貼っちゃったと思う。うんうん、いたいた。ね。東野が通信妨害直前までアドミ見てて、武器庫1、ラウンジが1か2で、シャワーが2、あと昇降機のミーティングに固まってた感じです。シャワー、LG と梅健さんが、そうですね、多分。その前っていうと。うん。ラウンジ、どうなったですか？ああ、いないなら。あ、でも、停電後に、僕、停電貨物で直したんですけど、停電後に行ったらいなかったんですよ、もう。あのアーカイブ側行ったら、もういなかったから、僕の目線だけになっちゃうんですけど、まあ、もうどっかすでに移動してるのかなっていう認識です。エンジンから込み入った人誰ですか？ちょっと。多分、向こう目線は僕見えてると思うんですけど、エンジンから込み入った人は僕です。セイリーさんか、見えました？トウヤさんが先にいて、あ、そう、下のドアに挑みました。あ、そうです。セイリーさんとトウヤさんが先に大きいです。トウヤはコックピットから入ってます。シンプルに考えてシャワー室の2っていう情報が僕と LG さんであって、僕がシャワー室がそんなに多分遠い未来ではなかった、うん、遠い話じゃなかったので、ラウンジ1が誰もいないのであればラウンジで多分 LG さんが殺してるのが濃厚にはなりそうです、ね。うんうん、僕目線先端さんがちょっと怪しいかなっていう。僕の言った武器庫1どうなったんですか？僕が怪しくなるの？通信妨害になった瞬間、武器庫の位置は？武器庫は多分先端さんなのかな。一応、あ、そうです、武器庫から来てるのは見てる。であれば、かなり遠いのだったら、うん。
うん、いや無理だね使っても無理ですね。でも本当に最上版なんでみたいな。横山さんから一応聞いてみたいかな。あ、誰にも目撃されてないはず。いいキル取ったはず。ちょっと疑われてそうなので押しました。まあでも、めっちゃいいボタン。一応聞いていいですか。はい、あ、僕の、シャワー室で僕も、最初の方タスクをしていて、その時にアーカイブに、先端さんで梅健さんが、アーカイブからシャワーに入っていくところを見ていて、うん、でその後、メインエンジン昇降機っていう風に行った時に先端さんが右から左にヌーン、多分ヌーンを使ってたのか、あ、そうです、まあ、移動していたのを見てたので、まあちょっとラウンジで切ってそのまますっと右から左に移動っていうのもできなくはないのかなという可能、タオルタスクやってたんだでしたっけ。あ、違う、それだとエレジさん見つけてるから大丈夫です。あとエレジも、あ、エレジってちょっとごめんなさい、エレジさんもだし、マシャカリ、マシャカリも超ラウンジ取ってるんで。僕してる話ですか。僕してる話、アーカイブ側からシャワーに入って梅健さんと連れ違って、僕は小見さばなったのでまっすぐ左に向かってるんですよ。なのでその後の梅健さんの行動が知りたくて、僕がラウンジやってたら梅健さん出て見ててもおかしくないかなって思う。っていうかそもそも僕目線梅健さん筆頭になるんですけど、通り過ぎて僕はアーカイブからその後シャワー室で、シャケポエさんって多分シャワー室で一回一緒になってタオルを集めてメインホールに行ってマシャカリさんと合流してるので、梅健さんしたら俺も入るんじゃない。僕メインホールみたいに思ったんですけど、それは勘違いですかね。シャワーでどこですか。メイン側から来てシャワー室ですれ違って上に行ったように僕は見えたんですけど、あ、違います違います、ごめんなさい、ちょっと割り込んでいいですか。いいよ。白出したくて、ミーティングに3人行ったじゃないですか、はい、あれ誰ですっけ。カキとチャゲポヨさんと夏目先生は無理だと思います。でも特にカキ夏目は特に無理だと思います。キルタイムでたまる前にミーティングにずっと、あれチャゲナツメじゃなくて、あ、違う、チャゲポヨさんが先、あ、チャゲナツメだ、あ、ごめんなさい、チャゲナツメ無理。あと、ごめんなさい、三つどもえって誰でしたっけ。チャゲさん、梅健さん、カキさん、ね、チャゲカキ梅健です。あ、そうだから僕目線梅健さん初手キルのことも考えてかなり黒いと思うんですけど、いや違うんですよね。そうですね。そうか。アルマさん必ず右で死んでると思ってなくて、結構序盤の目的なので、他の線も一応考えてほしい。トウヤのアドミンでラウンジって出てます今。ああ、そっかそっかそっか。そっか、ライアと王者シーン。え、マジで言ってる？何の投票これ？嘘。俺はファイナルベースですね。ごめん、できちゃった。ごめんなさい。俺限定できなかった。入れてなかったな。いや、釣れたでかかったな。4人か。参考戦でした。どっちみち、ありがとうございます。ねえねえ、あの三つどもえってさ、ごめんなさい、あの三つどもえの中にインポスターが確実にいるって話じゃなかったですよね。マシャカリさんの弁当もあるみたいな。そう、俺の弁当もある。マシャカリさんの弁当もあるし、梅健さんがそのキッチンでこうクロスした後どこに行ったかが分かんなかったので、まあ、展望行って、で、まあ、コックピットもあるかなっていうので。なのであれば、怪しいから梅健さんを落とすっていうのは多分間違ってる投票だと思うんで。ちなみにプテハシさんの容疑で三つどもえで、最後ミーティングにいたのってアルマさんの容疑で白で外れた人たちだから、期待が別の、いや話をなんか一緒にごっちゃにし埋め気になってるのはおかしいと思いますよ。うん、まあわかりますか。だってアルマさんで白弾きした人たちと、レジさん目線今回相性誰になるんですかね。僕目線だと梅健さんになるけど、ただその後の行動が洗えてない、分かってないので梅健さんの。レジさん目線だったら僕が、ラウンジから左に行くのは見てましたよね。ラウンジから左、アルマさんと LG さんを通り過ぎてアーカイブ、通り過ぎたみたいな。最初ってのは最初ってですね。そう最初。僕はちなみにそれトイレに行ってたから気づいてなくて、いやトイレ入ってなかったですよ、入り口手前でしたよ。あ、それあの入ってても入ってないことなんですよ。あ、そうなんだ、そうなんだ、動機の関係で。なんで、そうで、その後僕が最後にすれ違ったのはシャワールームだったので、その時の話を動かしていて、メインが分かってる。なるほど、そうなんだ、だから見えてなかったのか。さっきのターンでマシャカリさん場所出てましたっけ。
言った言った最初に言った。あ、バイタル見てメインと接してくれてで、最後は梅健さんと勝っちゃった、はい、メインの、メインで梅健さんがゴミなんかタスクやってたね。はいはい。出ます。梅健さんゴミって言った今。ゴミのタスクした。マジかちゃん。まあ僕自身だとラウンド1がやっぱり解決してないから、 LG さんかチャギョプエさんの証言でセンタンさんもそこにいたのであれば、うん、センタンさんもまあ一気に含まれるくらい。ああじゃあ何だっけ違う、だから僕がやってたら他の人が見つけてるから、LG さんがだから、うん、LG さんと僕は2色しかありえない。そのいや僕があると思いますよ。あとちなみにその2人は結構なんか、まあ、僕目線だとセンターさんは無理だということは言っておきます。だからまあやるなら LINE なのかな、今回のキルに関してはね。ですね。じゃこれはもうキル待ちになるって感じですか。うわ入れればよかった。最悪僕によるかなと思っちゃった。ここにうわ最悪。マジか最悪だ。くそ、あんな集まると思わなかった。無限さんにライヤーが死んでる。はい、コックピット内ど真ん中ですね。かけなすめ無理です。そうですね、右側にいました。紫白が無理ね。かけなすめが無理で死んでるのがチャゲ。チャゲアス死んでる。コックピットでしたっけ。そうですね。でセンターさんとがエリジさん無理で今。そうですね、エリジさん今多分リフトできましたよね。タイミング、あ、センターさん目線僕は無理とは言えるけど、僕目線は言えないですね。うん、はい、うん。あれ？センターさんとエレジさんも無理。ってことは俺か、トーヤさんか。あ、違う違う違う。僕目線はセンターさん無理と言えます。僕はあり得ると思います。あと一応、梅健さんも入ってます。梅健は一応、音聞いててもらったら分かるけど、ミーティングルームに登ってます。あ、で、まあ、その前に、どこにいらっしゃいました、その前は、マシャカリさんが俺、武器庫から出てくるの見てくれてるんじゃないかな。どこでしたっけ、スタイ。コックピット真ん中。あ、じゃあ。で、ビキコラから見てエンジンルームに行ってるのは多分マシャカリさんが見てくれてると思うし、さんのマシャカリさん見てます。梅健さんだったと思う。梅健です。さっきゴミついた。梅健さん、マシャカリさんどっちから来ました。その時マシャカリさんエンジンルームから、その後コックピットに多分行ってるっぽいからね。容疑者には含まれます。ビキコだけど、あ、なんだ。あ、最終位置展望だけど多分怪しいと思う。うん、朝刈さんすいません、あの一つ前の死体の時の話なんですけど、バイタルにいたのは通信妨害になった瞬間ですか。いや、ちょっと待って、通信妨害になった瞬間バイタルにいたら普通に見れないから意味ないから、うん、で、あのトイアドミン情報で右下に人いなかったと思うんですよね、そのターンめっちゃ重要情報ここの出てますよ、ね、ここで言われちゃうかな。あ、はい、でも20秒前まで死んでなかった。あ、そうか、そう、俺の情報だからか、うん。で今回のハンコンヒットマシャカリさんだと思ってて、はい、メインの、誰だっけ、梅健さんと会ってって話しちゃったから、うん、あ、それ東谷さん最後。いや最後通信妨害になった瞬間にみんなあの 上側に行ったっていう話ですね。ちょっとごめんなさい、そこの地形さ今言われてもはっきりしないな。ボタン絶対押しましょう。ボタン絶対押しましょう。はい、あ、というボタン。おお、危ねえ。これはすごい。僕ちょっと話したいことあります。そんなマルケルほど入れる？インペラーと龍騎と誰入ってた？やりましょう。検査を押せない、させるか。
すいません、あの最初にですか、先端さんのこの前 あの前日の動きを聞きたいんですけど、僕コックピット通信室通信室タスク、じゃエンジン脇でコックピット、でタスク通信室エンジンタスクで、宿舎前初号機です。まあだから一応できるっちゃできるっちゃと思います。誰とも会ってないですかね。はあ、チャギポヨさんが初手コックピット来てたわ。僕目線でその普通にベントですっと来れる位置だなと思ったんで、センターさんも結構容疑者陣入るから、まあ、シャカリさんだけっていうのは結構違和感があって、確かに、うん、それって梅健さん投票する前に洗い出すべき内容じゃなかった？あ、でも違う今回梅健さん、さんはまた別だから。あれ違うっけ、前日って言って、あ、じゃあそれはシャカリさんの話、あ、ごめんなさい、コックピット切る話です、ごめんなさい、大丈夫よ。はい、ちょ、おしゃれ喋らしちゃっていいですか？はい、ごめんなさい、お願いします、すいません、はい、ごめんなさい、いやいや全然、そうね、じゃあ梅健さんは僕右に行ったと、その見たのが梅健さんだったら梅健さんだと思うんで右に行ったと思うんで、ちょっと厳しいかな、僕武器庫行って、で東谷さんはプテハシ、どういう風に来たんでしたっけ、コクピット経路、東谷は初手宿舎前の方向行って、金庫室に入るマシャカリさんを見ながらミーティングルーム行きました。で、うん、ミーティングルームでタスクをやって出てくるときに梅健さんとすれ違って、そのままコックピットに行って死体発見です。なるほど。ああ、じゃあまあ弁当僕は使ってないのは分かりますよね、もし仮にインポスターとしても、まあ、その梅健さんがエンジンルームから来たって言ってたので、まあ弁当使ってなさそうだな、うんうん、じゃあ僕視点は梅健さんは多分東谷さんが会ってるっていうのもあって、僕時間実績にきついんで東谷さんかなと僕視点は思いますんで、セルフ、うん、ちょっとでもセルフして意味あるのかなとは思うけど。マシャカリさんして、センターさんは？センターさんどうでしたっけ？僕十分あり得ると思いますよ。うん、金庫からメンター全然あります、ね。先端東谷のどっちかか。じゃあ僕視点は。投票は。どうしますか、投票。投票しまーす。カリさんに言っちゃった。あ、間に合かった。マシャカリさん。ああ、そうなる。え、これボタン押したか。東谷ボタン押します、一応。はい、じゃあインペラミラーワールド行ってます。欲しいんじゃん。いやー。計算釣れてたな。ございます。サボタージュが入らなかったですね。どうしますか。LG さんさ、はい、LG さん、梅健さんまだ怪しんでます？まあ、全然あると思ってますよ。ただ、見てないんで分かんないっていうぐらいですね。けど、まシャカリさんもおっしゃってたんですけど、マシャカリさんが武器庫ですれ違ってて、東谷がミーティングルームですれ違ってるんで、まあ、まあ、厳しい方かなとは思ってます。あ、東谷さん目線も厳しい。マシャカリさんが前半見てるっておっしゃってたので。まあ、難しいかなっていう感じですね。まあ一応マシャカリ梅健なんかっていう感じですね。あるなら他のキルの容疑ってどんな感じでしたっけ？三つどもえの梅健さん、柿さん、あげまいが確定で、できない人たち言っていきますね。はい、うん、いいですか。夏目、エレジー、トウヤ、が、無理です最初。うん、で、その後が夏目、チャゲ、カキが確実に無理です。うん、今回、カキ、夏目、エレジ、梅健が無理です。うん、なんかカキ、夏目はもうほぼ相当白いね、うん。夏目は全部アリバーあります。カキさんが2つか。どこにも入ってないのか、一応。はい、入ってないですね、僕は。2日目もその例えば、ラウンジにいるのが実際インポスターで嘘ついてて、武器庫したいとかだったら全然その。あるので、うん、右が死体だと確実には思ってないってさっきも言ったと思うんですけど、アドミン情報あり出したの誰でしたっけ？ラウンジ1って言ったの。ああ、東谷さん。めっちゃ情報出してます。じゃあ割とあれ信頼はできそうだけどな。梅健さんな気がするけどな、違うかな。今のもすり合わせたように聞こえたけどな。それかぶって、梅健さんのマシカリさんの二郎。なんか一番成立する気がするんだけど、うん、釣れなら僕センターさん入れますよ。ちなみに LG さんじゃなくて、同じく僕も。あ、すいません、トイヤスキップ入れてました。どうしたっけ。一応いや、マシャカリさんどうしてそんな気がするから、あ、むずいな。あ、マジか。
俺先端さん入れました、一応ケアズリとして。マシカリさんで落ちている確証が正直なくて。うん、まあ、バランス取るんなら先端だと思います。うん、そうですね。それは合ってると思う。はい。いやー、変に容疑者じゃいっちゃったな。お前は殺す。お前だけは殺す。逃げられた。殺して。はい。紫。はい。メインホールのシャワーから入ってすぐのところですね。うん。合ってます。メインホールか。見えました今。見えました。エレさん今速攻押しました。あれボト。速攻じゃないです。俺あのマップ開けながらだったんでマップ戻してから収まるでちょっと時間かかりました。なんか棒立ちしてたんで。びっくりしましたね。あ、それはまあ間違いないです。東野が夏目先生と割と一緒に動いてます。最後どう？最後僕セキュリティ下のアップロードしに行っちゃいました。ああ。エレクトリカルと別れて、はい。僕の動き多分行った方がいいと思うので言うと、どこだったかな最初。メインホール脇でタオル投げ、リアクター直す配線、その後その時にセンターさんかな、うん、前後で先達とアーカイブで接し違って、で、その後、シャワーメインで発見です。ムケンさんはどこに、うん、僕、宿所前でエレクトリカル左直し、ミーティングのタスクを終え、宿所前エンジンルームで最後、もうタスク終わってるんで、エンジンルームのど真ん中一番見やすいところで突っ立ってました。で、エレクトリカル左で夏目先生と東野さんが一応僕は見てくれてるけど、その後多分2人と僕出会ってないので、多分、まあ、いくらでも言いようはできるって感じですね。うん。うん、多分僕から先端さんもあるし、先端さんから僕も普通にあると思うので、そう。今回は。何か突っ立ってたから、キルクル溜めて待ってたのかなと思いましたね、率直に。うん。で、僕は先端さんが上に来る前にやってる可能性もあると思うので、うん、まあ、キルクル見に行こうんだけど。まあでもやっぱ相対的に夏目先生、東野さんが今までの議論を用いてもやっぱ白いんで、初手のラウンジ1事件で先端さん、LG さんがやっぱ僕視点、どっちか1位でっていう感じですよね。先端って左側にいたって話じゃなかったっけ、なんか。まあ武器庫にいたんですけど、その前にラウンジ方面からいらっしゃってるんですよ。2回目ですよね。2回目のキルですよね。でもそれ多分、ミケンさん僕結構筆頭ぐらいで見てる。僕はね、先端さん入れちゃったかな。いや、僕5人なんで釣りたくないです。5人なんです。あ、釣らなくていいんだ。あ、そうなんだ。ごめんなさい。ごめんなさい。梅健さん、エレジさん、怪しんでない？ね、ちょっと一つの発言で若干白かなと思っちゃった。はい。後半、右は、いないね。言い訳しない方がよかったな。キルするしかないかな。
おお。これ、僕視点、東屋さん無理ですね。はい、先端さんがエレジーさんの下の上で突っ立ってました。ああ、そう。っていう、はい、感じですね。ちなみに下位置、今、どこでした？エレクトリカル階段降りてすぐ右です。ああ、なるほど。で、エレジーさんがコックピットから出てくのを追って、電気室いた形なので、直前の死って感じですね。なので、東屋目線は先端さんで確定です。いや、嘘だね。梅健さんが僕の後ろにいるんですよ。そうだね。先端さん視点、東屋さんのセルフ？あれ？でももう多分きついですよね。あの、そうです。2キルできないって話ですよね、多分。あ、待てよ。ちょっと待て。いや、もうなんか、半分諦めてんだけど。ああ、そうか。東屋さん、そっか。待て待て。名前、諦めちゃダメだな。東屋さんはあれか。セルフがあったのか。マシャカリさんが釣られた日のセルフがあって、感じか。僕今ね、バイタルの方から来て、で、東屋さんが立ってて、レポートって感じでしたね。うん。あ、東屋、ああ、なるほど。ああ、微妙だな。そう。いや、なんか、けど、それで言うと、東屋の情報でマシャカリさんを落としてて、それで1インポスターが落ちてる状況なので、そこは信頼してない。だから、マシャカリさんじゃなかったんじゃないか。はい、追放はしてないか。追放してないです。あ、マシャカリさんだけか。ね、なんか結局ラウンジ1位が LG さん先端さんじゃないとしたら、マシャカリさんが多分バイタルとかでアルマさん殺して、東屋さんがバイタル情報アドミン情報嘘ついたっていうので二郎は成り立つんですけど、そこで二郎くっついてラインを結んだのはいいけど、その後切ってるのがなんか不一致すぎるなってので、やっぱ先端さんになっちゃうかな。どう、それで言うとマシャカリさんって容疑を東屋さんだけに絞ったじゃないですか。あれがもうライン、あ、いやー申し訳ない。違うかな。まあこれしゃあないっすね。うまかったですね。え、違うかな。いや、合ってるはず。ナイス、惜しい。いやー、あと1キルでしたね。惜しかった。意外と惜しいところまで。いや、ごめんなさい。いや、こっちこそごめんなさい。いやー、てか梅健さんが投票スキップの時、僕スキップ入れちゃった。ミスって。危ない。ごめん、あれが申し訳ない。あ、じゃあ初手切るマサカリさんやった。そうだよ。うん。そうだよ。いや、自殺じゃなかったっけ。新しい。スレからよ、この世界。ごめんなさい。死んだ。だからそうです。アルマはラウンジで死んでないですよ。うん。そうですよ、ね。どこで死んだの？昇降機ですよ。僕が殺しました。あ、そうなんですね。あ、そうなんです。間違っちゃったのかな。そっちしてありそうだなと思って、わざと行かなかったんだ。じゃあ俺そのままヌーン乗ってれば死体すぐ見つけられてたんだ。いや、なかったですけど、まあ僕が乗ってたんでね。まあでもどっちみち行こうとしてたら見つけてました。うん、うん、いやごめんなさい、貸したかった。すみません。いやごめんなさい。すみません、メゲンさん行きたかったんですけど、僕が広くなった発言って何でした、ちなみに。僕視点で LG、ラウンジ1が LG さんと先端さんの二郎の時に結構成り立つ状況が整ってて、その時にマシャカリさんで多分1落ちてるって仮定したときに、残りね、エリジーさんは先端さんだったとき、エリジーさんがインポスター、先端さんが来るの場合は、先端さんを容疑者に入れ、切らずに、二郎一をあるかもねっていう風説を、なんか、ちゃんと保ってた方が、僕視点がエリジーさんと先端さんが結局、分からなくなるんで、切ったらもうそこ二郎がないっていう筋になるから、それのなんかそのワンパンチのアクションが LG さんの方に白の軍配が上がったっていう感じで、先端さんにも向けてるっていう部分で、そうですね。まあなんかインポスターの時ちょっともったいない動きしちゃってるって、素晴らしい整理でしたね、最後も、うん、すごい。LG さん強いんだよ。いや、めっちゃ痛かった。人狼ね、画面整理が。僕人狼やったことないからちょっと難しくて分からない。あなためちゃめちゃやってるか。バイタルだから普通にあっち側で殺せますもんね。バイタルにいたってなったら、マシャカリさん、そうですよね。人気側でやれるから。うまい。ナイスクール、ナイスインポスター。うん。いや、わからなかった。GG でした。トヤさんが見つけに来てくれたのもナイスでした。
これもうエレジさんと連動してたんで動きが。エレクトリカルのに怪しいなで見に来ました。そう死んでるやろ。そう、僕見た時にエレクトリカルにエンジン2だったんで、でエンジン東映さんとかだったから、あ、これ絶対エレクトリカル死んでんじゃん。あ、てか部屋変えません。あ、変えました。わかりました、了解です。いや、てかあれなんですよ、マシャカリさんと僕のローラーが通ってたら終わってたんですよね、あの瞬間。そうだね。そうだね。あそこ乗り切っただけでもだいぶね。いや、あれあれすごいね、マシャカリさんね、白、梅健さん白って言ったから、あれ逆にうまかったですね。そう、それ言っちゃったらローラーなっちゃうよって思いながら。いや、もう全部計算づくですよ。いや、ナイス、ね、素晴らしい。ナイスだな、うまいな。考えて喋ったんですよ、一言一言。一本で残して。いや、そう、だからのように見てるみたいな。だからこそなんかないって思っちゃった、先端マシャカリが絶対、うん、ないから安定だなって思って、うん、全て一言一言罠だよ。さすが、さすが神回ですか、これも。これも神回です。僕のとこ全部神回ですから。僕も過去最高の、ね、ライン切り。